水着にプールに温泉に、あと唐突に生えてくるイベントアイテム、これぞアニオリってもんよ。キョロ君、アニオリって何ですか？アニメオリジナルってやつだ。なんかこう原作にないけど、とにかく肌色な女の子たちがいっぱい出てくるやつだよ。なるほど、さすがキョロ君、詳しいですね。もう慣れてるかな。もう、でもキョロ君、ここに原作者の先生の書き下ろしって書いてありますよ。え、マジ？ちなみに今回の予告はいつものライターさんじゃなくて監督が。それはどうでもいいわ。次回、影の実力者のいない一日、俺たちの童貞はこれからだ。ところで前から気になったんだけど、影の実力者って一体何なんだ？まさるそれ聞いちゃうんすか？